闇夜の一戦、忍びの一撃、正義の刃で白を撃つ。帝国歌劇団参上。上野公園か、こんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮さんの人は連絡が取れなくなっています。カオルさん、くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな、よし、十分に警戒しながら進もう。遅い。魔幻空間。ああ、おそらくあいつだ。あの魔幻空間を作ったのは。なんだい、もう来たのかよ。オーバーランド、やはり貴様か。姿を現せ。この声は、ハツホか。どこにいるんだ、無事か。さて、これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るのとこいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、敵を殲滅。さくら、聞こえるか。ハツホ、クラリス、アナスタシア。聖十郎、落ち着いて。大丈夫、さくらたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。うん、うん、遅い。ああ、そこだ。そやあ、うん、遅い。マイル、あれは大蛇、手のコーマか。待って、聖十郎、望月流忍法破幻の術。聖十郎、この大蛇は剣術、アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。アザミ、大蛇の動きに気をつけて進むぞ。はい、うん、
攻めを抜けるぞ。切り抜けやがったか。ムカつく連中だぜ。みんなが助けを待っているんだ。俺たちは立ち止まるわけには。行くぞ。闇を切り裂く神速の刃。どうしたんだ。とにかく全力で走って。大蛇か。前に走って。なんとか振り切ったな。ありがとうアザミ、助かったよ。気配を探るのは忍者のお箱。これぞ望月流忍法霊感の術。清十郎、この上にさくらたちの気配がある。本当か。よし、急いで壁を登るぞ。よっ。かつての歌劇団が消滅したあの戦いから10年の時が過ぎた。大正29年、帝都に再び魔の脅威が迫る時、新たなる帝国歌劇団が誕生する。次回新桜大戦第1話、新たなる風、大正桜にロマンの嵐。私たちの運命が動き出す。